Sound travel. Miyazaki. カエダ渓谷を歩くのは山に登らずともちょっとこう散策のような気持ちで歩いて美しい風景が眺められるっていうのは魅力だと思います。宮崎市は海も山も川も近くにあるので手軽に自然を楽しめるのが一つの魅力ですね。宮崎市の中では一番たくさんの人が登ってる山だと思うんですね。市街地から近い山なんですけど、かなりこう自然を満喫できる山なので、歩いていて楽しいですね。
またあの雪も年間を通して降らないので、1年を通して手軽に楽しみやすいエリアですね。ちょっとこうアスレチックのようなよじ登ったりもあるので、歩いて楽しんだり体を使って楽しむっていうのにはおすすめかもしれないですね。ここが多分一番有名な場所だと思います。